今日の車なんですけどちょっと珍しいですねでしょわかりますこれ後ろから見てえわ <laughs> かりましたいやこれ結構なかなか珍しいですよねホンダさんの WRV っていう車なんですねまだ発売されて間もない車なんですけど、はい、まあちょこちょこと街では見かけるようになってきたかなっていう感じはするんですけどね今回はこの WRV 足回りですねホイールマッチングこの辺りを検証していきたいと思ってます ってことは、うん、クールでもこの WRV のエアロパーツコンプリートやるってことか、ね、そうなんですよ。ですのでただいまエアロパーツのデザイン中なんですけど、はい、フロントサイドリアの、まあ、ハーフタイプかぶせるタイプのスポイラーですね。うん、それとあとフロントグリルとか、うん、あとこの樹脂のオーバーフェンダーをかぶせる。 まあ片側9ミリサイズぐらいのオーバーフェンダーなんかもいいかなとか、うん、ちょっといろいろと構想を練ってるところなんですけど結構カスタムが似合うんじゃないのかなという思いがあっての納刷ですうー <laughs> もう納札状態ですねこちら、はい、こういうい感じですね SUV なのでローダウン需要がどれぐらいあるかっていうところありますけど結構ねローダウンがね多分似合う車だと思います。 これで、純正からどれぐらいダウンしてる状態ですかこれでね、サスペンション抜いて、ですね、はい、スプリングを抜いて、80ミリダウンでした。80ミミリリダウンですので、ここから80ミリ上がるんで、ちょうどこの樹脂の、はい、このフェンダーのところ、はい、近くまで上がるかなっていう感じですよね、はい、純正はですね。純正は、はい、ですでここのののタイヤとこのフェンンダーのクリアナンスが、うん まあ、あの結構あるんですよね、まあ、これ8センチまでは落とさなくてもとは思うんですけど、うん、まあ4 5センチは落としたいかなという車ですよね。結構この車、うん、大きいんで、すすよよねね意外と、ね、そうなんで例えば、はいえー、ベゼルっていうね、本田さんの、うん、この WRV よりも上級車種になると思うんですけど、はい、本田さんのベゼルですね、はい、がありますけど、ベゼルと比べて幅は。 一勝。はい、で全長が十五ミリ短いだけなんですね。でちなみに、えー、トヨタさんのライズであったりとか、はい、ヤリスクロス、はい、こちらよりも大きいです。そうですよね。どう見ても大きいですもんね。はい、そうなんですよ。これでも価格的には、はい、ライズぐらいなんですよね。二百九万八千円からありますから。す,すごいですよね。<う>この車格で二百九万円からいけるってすごいですね。<laughs> そうなんですよ。 でグレードが三グレードなんですね。はい、一番ベーシックな X で298,000円で。はい、で一番上の Z プラスっていうグレードで248万9,300円と。なるほど。いう形なんで、ほ,ほぼ40万の価格差しかないんですよ。まあ非常にカスタムベースとしてはコスパが高いと思うんで。そうですよね。はい。29万円は厚いですよね。そうなんですよ。これ29万円のそのベースグレード？うん。だと相当しょぼいとかそんなことないですか？いや、それがね、もう全然オッケーなんです。はい ななんんでですすか全然大きな外から見た違いはちなみにこの今目の前のお車ですねこちらは最上級グレードの Z プラスなんですよ。Z プラスになるとここがシルバー加色が入っていたりそれからホイールが純正で17インチですね。なるほどその辺はカスタムするから関係ないですよね。それと X グレード一番ベーシックなグレードの場合はこのホグランプがないんですよ。 LED のフォグランプがはいで真ん中の Z グレードからこのフォグランプが標準とちなみにヘッドライトはも,うもちろん LED のヘッドライトなんですけど、うん、これは3グレードとも共通あそれ嬉しいですねそうなんですよであと一番違うのは内装のシート、はい、ステアリング系ですねまあ内装の高級感が少し Z 以上から上がるよと、まあ、何たってホンダさんの安全機能ですね、はい、ホンダセンシングどれも全て同じ <あ>になりますんで、その辺の機能は全部一緒ってことですね。そうなんですよ。エンジンも一緒。そう。1.5<ー>リッターの iV テックですね。1.5リッターなんですよね。そうなんです。暑いっすよね。ちょっと中見てみましょうか。中見ましょうか。はい。で、これはまああの、うん、一番高級グレードになりますんで、はい、まあこう見ていただくと、まあこういう本革のステアリング。はいあ 内装も今時のホンダな感じで、そうですね。シープな感じじゃないですね。で、ゴーヒトコンビになりますよね。はいはいシートになって、なるほど。はい。これでもディスプレイオーディオですかね。そうですね。これはオプションですね。あ、なるほど。これはサングレードともオプションです。はいはいはい。はい。ただ今回熱いのはですね。はい。サングレードともパドルシフトです。あ、そうなんすか。これが付いてるんですよ。ええ。ほら。あ、いいっすね。そう。で、ハンドサイドブレーキですよ。 ハドルシフトハンドブレーキで F 取りできんじゃないですかそうなんですよまさに走りやしようみたいな感じのあなるほどちょっとまあ個人的には僕嬉しいですけどねなんか好きですけどねそうですよねこのサイドブレーキかけ忘れとかがあまりなくなるというか見た目でわかるんでそうなんですよ結構いいですよね。っていう感じで本当今どきの車にしては珍しくじゃないですけど まあ最低限の機能だけ、まあ、ついてるなっていう感じなんですけど、えー、まあ安全機能は安全装備は、ね、ちゃんとついてるんで、うん、レーダークルーズの追従とかももちろんいいでしょうし、はい、でステアリング周りにこう、ね、スイッチも充実してるんで非常に操作オーディオの操作なんかも楽かなという感じですね、うん、あ全然209枚に見えない高級感ありますね、はい、そうですねあとね、はい、リアシートがね広いリアシートあ見てください <laughs> タクシーみたいになってんじゃないですか。広くないですか。めっちゃ広いですね。そうなんですよ。こうなんですよ。めっちゃ広いですね。そう、だから、こういう S. U. V. って、リアシート割と狭かったりするんですけど。まあ、頭の上も十分。まあ、そうですね。あの、余裕ありますし。めちゃめちゃ広いんですよ。わ、これいいっすね。圧迫感ないですよね。いいっすね、これ。なったってね、そのホイールベース。はい。まあ、このホイールからホイールまでの、まあ、距離ですけど。これがベゼルよりも4 0ミリ長いんですよ。あ。そうですか。はい。 あ、それは広いですね。そうですね。だからその分まあ後席にゆとりが持てるのかなっていうのと、うん、やっぱりホイールベースが長いことで乗り心地が良くなる可能性が高いですね。うん、はい。ですね。安定感はいいかもしれないです。はい、はい、そしてリアのうわめちゃめちゃ広いじゃないですか。そうなんですよ。この車いいですね。やっぱり。そう。だから四角いじゃないですか。えー、ボディがこ。この車いいですね。 使い勝手めちゃくちゃいいですよ、だから、まああのね、ちょっとしたキャンプ行く方で荷物積まれる方もばっちりだろうしちょっとしたお仕事でも使えそうな感じだしもちろんシート倒れますからこれもあれです、ね、リアゲートもそんなに後ろに突出することないタイプのリアゲートの作りというか、うん、なるるほど,なるほどその辺考えてるんですかねバックモニターとかはもう全車標準。 でついてますんで、本当にもう必要最低限も十分なんじゃないのかなという感じのお車ですよね。これじゃあ、うん、209万円ベース車ですけど、はい、カスタムしたコンプリートカーっていくらぐらいで設定する予定ですかそうですねまずフロントサイドリアのエアロパーツ3点、はい、塗装済みですね、うん、それとブリッジさんの車庫長、それからホイールですね、うん、19インチの、うん、まあこの。 クールオリジナルのこれ今ベルズホイール DDR02 っていうのを入れてるんですけど、はい、こういう2ピースの19インチホイールとえー国産タイヤファルケンさんのタイヤですね、はい、が装着されてディスプレイオーディオナビもついて289万円ですねおおマジですかそうですね289万円289万円あじゃあディスプレイオーディオもつけて80万円でフルカスタムいけると、はいうん、そんな感じですねそんな感じですねですああいいですねはい まあフルカスタムがいけるのでんまあですのでまあグリルを追加したり、まあ、ウイングなんかもあってもいいかもしれないですし、はい、それかそれと、ね、X のグレードを買われた方はシートカバーなんかでドレスアップしても楽しいのかなという感じなんで久々にこう、ねえー、遊べるカスタム向きの車が出たんじゃないのかなと思ってるんですよ。と、はい、いうことなんで、ね、ホイール。 はい、まあカスタムいったらまずホイールですけどそうです、ね、もうホイールのマッチングはもう全部分かってるってことですね。そうですね、はい、あくまでもこの納札状態でのホイールマッチングになるので、うんはい、車庫調とか実際エアサスを入れてみたらね、はい、再度ちょっと測定はし直したいというところあるので、うん、まあそこはちょっとご了承いただきたいんですけど、はい、あと車両の個体差も結構出るかなという感じがするので特にこちらのこの WRV の場合はリアがトーションビーム。 のサスペンションなんで、はい、ローダウンすると少しこう横ずれを起こす場合があります。んですので、今回このお車の場合は運転席側の方がきつかったので、運転席側で測定していますと。これは W R V っていうよりも W R V のそれぞれの個体差ということですよね。が若干ある可能性はありますよね。だからご自身の車でそれぞれやっぱり測定というか、現車、はい、合わせした方がいいって車ですね。そうですね。できればですね、うすねもう1ミリ2ミリ単位で攻められる方は。 減車合わせがおすすめですかね。ということで、今とりあえず現状これ80ミリダウンで、入っ履いてるホイールが今19インチの、そうですね。QJ のプラス45を入れてますね。QJ プラス45。はい。でこれで車検は対応でいけるんですか？ダメですね。もう出てるんですか？あ、もう出てますね、完全に。出てますよね。まあセンターは入ってますけどね。実はねセンターは入ってるんですよ。はい。ただホイールのタイヤホイールの車検基準っていうのは、はい。 前方、このセンター、ホイールセンターから前方30度、後方50度ですね、ちょうどこのマスキングテープのライン、ここの部分がこのフェンダーに対して中に入らなくちゃいけないですね。となると、ここが出るんですよ、50度が、後方の。ここで10ミリぐらい実は突出してます。ここは入ってるんですけどね、惜しいと、惜しいっていう感じなんですけど、ここにちょっとこういうね、 フィンみたいなのがついていてくれれば QJ の45車検対応でいけたかもしれないですけどあだからこれよく会社とかで、はい、ここにフィンがついてる車あるじゃないですかそうですね国産でも多いですよ最近は。これ日本の独特のこの30度50度って日本独特基準なので。 それで日本仕様だと、はい、ここからそこにフィンがついてみたいな。そうなんですよこれで50度をクリアするという感じになってるんですけどこれはちょっとついてなかったですね。ということなので、まあ、QJ のプラス45で10ミリほど突出してますので、うんまあ、単純にリアベストマッチングサイズは車検対応の、はい、となると QJ の 558.5J 55、はい、で,で換算すると49。 っていう形になりますねそれはフロントリア両方ともいけるこれでまず、あ、ちょっとややこしいんですけど、はい、リアの方が5ミリぐらい深いのが入るんですよですんでまあリアが先ほど8班の49点お話しさせてもらいましたけど、はいえー、フロントのこのままはめるとですね、はい、ちょっと5ミリぐらい突出しますあフロントがそうなんですよあちょっじゃあだめじゃないですかそうなんですよ、はい、ですんで8班でいくんであれば、えー、43ぐらい うんで前後通して履くか、はい、もう前後インセットを変更する J 数を変更する形にしてリアの方を少し5ミリだけ太い深いホイールを入れるか、はい、うんまあ迷うとこですねじゃあ見た目重視でいくんだったら前後のサイズ変える、うん、そうですねまあローテーション重視でいくんだったらリアはちょっと5ミリ内側に入っちゃうけど、えー、フロントのインセットに合わせて。はい 4同じじサイズにするそうでする、ね、どっっちかって感じですね,そうですねもしくはフロントに少しこうキャンバーで寝かしていくと、はい。割と前後いい感じのホイールが履ける可能性はありますね。なるほど確かにこ,のここまでローダウンするってことは車庫、ええ、長なりエアサスなりが入ってないダメってことですもんね。そう,あそうすると、うん、アッパーマウントとかでキャンバーをつけれる可能性があるとありますねそういうことですねそうですねそうすると8半の4849ぐらいで前後通していける可能性は出てきますね。うんまあ、その辺も、まあ、お店でで合わせで 今のところはまあフロントの推奨は 8J の45から48ぐらいですまあ少し細めでタイヤを切っても当たんないようにっていうようなイメージ感でまあ 8J ぐらいを推奨はしてますけど、はい、8半も大丈夫ですそしたら、ええ、お次は程よいローダウン程よいローダウン程 <laughs> よ, <laughs> よいローダウンってどれぐらいですかね40ミリダウンとか50ミリダウンそう,ですそうですね40ミリダウンぐらいがいいんじゃないですかねあっそうですか 40ミリダウン相当まで上げてみましょうか上げましょうかはいこれぐそうですねはい今あのリフトで調整してますんで正確な数値じゃないかもしれないですけど大体19インチ40扁平のタイヤで4ンチほどのローダウンをするとこういうイメージ感ですねこうういい感じですねは結構こう2ピースカスタムホイール似合う車ですよねはい 今これ、ええ、タイヤホイールの状況、これなんんんかか変変わわるです何もりません <laughs> <laughs> ローダウン量によってインセット変わるとかそ、はい、そういうういいもななでですかそうなんですかんよダブルウィッシュボーンの足回りだと、はい、ローダウンすればハの字になってくるので、はい、落とせば落とすほどマイナス方向のインセットの方に触れてくる、まあ、リムが深くなるみたい、ねまあホイールが外に持ってくれるみたい、ねはい、このトーションビームの場合は、うん、そうはならないんですよという形ですねこちらフロントはね。 F F 車で多いストトラットタすのです,、はいですね、これもローダウン量、うん、車高を上下させてもあんまりこうキャンバーっていってあの自動ですねはいうん、変化が起こりませんと。で、はい、リアなんですけど、はい、少し特徴があります動きにですね全、ね、上げするとよく分かるんですけど全、はい、上げとちょっと全下げを繰り返して この出方をちょっと比べるといいかもしれないですけど。あ、そうなんですね。はい。あ、じゃあ、ちょっとやってみましょうか。やってみましょうか。どの辺見てたらいいですか。そうですね。これがまず、4センチのローダウンですね。はい。で、トーションビーム、まあ、リアアクスルですね。は、もうこの左右のタイヤが繋がっている。はい。まあ、リジットタイプみたいな感じで考えていただけるといいんですけど。うん。こういうふうにあるとですね。はい。こう足が動くと。ちょっと待ってください。どっちが前ですか。今、それは。どういうことですか。はい。はい。これがリアタイヤとしますよね。はい。左右。 はいあるとすると真後ろから見てる感じですか真後ろからはいダブルウィの場合はまあ輪を乗り越えた時にこうなったりあこう独立でこう動くんですまいいわゆる四独ってやつですねそうです四輪独立サスペンションですねそうですねリアクスの場合はこうくっついてるんでその左右の間がこう動くねこう動くっすはい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 こう動くっすねはいもしくはこう動くとはいはいこういう風に動くっていう形になるんでまあこういう特徴があるんですけどはい実はローダウンをするとですね このアクスルの場合は、はい、タイヤが転がって前の方にくっついてくるんですよ。はははいはい、はい分かりますかねこれはなかなか難しいですよ。ちょっとこの足の真横から見ると、うん、まずトーションビームの場合はい、はい、サスペンションの軸が支点というんですかねタイヤの前ぐらいにあるんですよね。 ここでサスペンションの取り付けは、まあ、当然上にあるんですけど、はい、足回りが上下するっていうのがこう動くんですよねそういう動きなんですよねそうなんですよそういう動きなんで、うん、当然水平の時はタイヤは一番後ろにあってそうですねこここが支点と思ってくださいう上がるんですよねで上がったり一番下がったところっていうのは当然タイヤが前に寄ってってるというか、はいうね、前に転がってってる状態になるんですよ、ね、前にここにあった位置がこうなるんでこの分だけね。この分だけ 前にずれるんですよねそういうことですよねはいちょっと一回リフトでやってみましょうか、うん、やってみましょうかじゃあまず目一杯上げましょうはいいきますよこれが通常の状態と思っていただいて、はい、ここから下げてきますねはいいきますよはいわかりましたはいだいぶ前に行ったんですけどうん まあ分かりやすいのはあれですよねフェンダーの隙間ですよねそうですね前側の隙間とこことここの隙間を見ていただけるとそうですねじゃあもう一回上げましょうかそうですねもう一回いきますね、はい、はい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 動きました隙間がだいぶ今隙間均等ぐらい戻りましたねじゃあ下げますねはい、うん、はい こういう感じの動きなんですね,そうですねだいぶ前に行きますよね、はい、そうなんですよ、はい、ですのでこの前に転がると同時に、うん、ちょっと厄介なのは、はい、この頭角ですね直線方向進行方向に対して、うん、頭インになるので、はい、この進行方向前側がちょっと内側に入っちゃうんですよ、はいうん、こうまっすぐじゃないといけないのが こう回転することによってフロント側前カ側が中に入ってるんですね。ねとなるとどういうじ事情になるかというとリアがリアの50度がよりきつくなるんですよ。リアが外に出てきちゃうってことですねそう、はい、こう振るんでうんですんで、す、まあ、あ,ある程度下げ玄関まで下げると、はい、もうこれ以上前にいかないんですけどうん下げる途中はい ではローダウン量に応じて少しリアの方が後ろに開いてくるというふうに思っていただいてこれが車によっては5ミリぐらい動きますそうですか結構でかいですね。そうなんですので,でローダウン量に合わせてここの50度のラインをちょっと肝と考えていただいてあのチェックしていただいたほうがいいですね。じゃあホイールのサイズはホイールのインセットサイズはローダウン量に応じて変わりはしないものの。 やっぱり原車合わせでローダウン量を決めて、はい、それに合わせたインセット、はい、を測定した方がいいってことですかね。はい、そうですね。まあ 8J の45、48ぐらいだったら測定する必要はないと思うんですけど、うん、もっとミリ単位で、はい、こう辛い値をやりたいという感じの方は測った方がいいかもしれないですね。うん、それがこの車の特徴って感じですかね。特徴ですね。実はですね、はい、こういうのをクリアにするために、はい、このリアのアクスルを、はい。 加工する方法もありますからね。<laughs> 加工しちゃいますか。加工すれば、はい、もうやりたい放題です。で、ね、なんえどうしてやりたい放題になるんですか。いやもうあの例えばもっと攻めたホイールを入れたいんだっていう場合は、はい、なろうかって言いまして、はい、ホイールの取り付け部分ハブの部分を中に入れれるんですね。はい、なるほど。短縮できたり、はい、それからちょっとハの字したいなっていう場合は3度とか5度とか8度とかつけれますし。はい。 それから前方向に転がるんでローダウンしたときにセンターに持ってこれるようにセットバックっていって少し後ろにセンターをずらしておいたり<ー>それともっと落としたい方もいると思うんですエアサスの方とかだと、はい、うそういう場合はアクセルでダウンの加工をしておくと 3cm もともと 3, セン,チ元々3センチのローダウン状態でアクセルを作っておく、はい、みたいなこともできてそしてこれ公認が取れますんで、はい、車検対応で 堂々と行動を走っていただけますから、まあ、そういう深いカスタマイズもおすすめのお車ですね。なるほど。はい。やっちゃいるんですね。これダブルアイですね。はい、なるほど。ちょっとリフトで上げて、アクスルとはなんぞやみたいなのを見ておきます。あ、そうですね。はい。じゃ、あちょっと上げますね。はい。ちょっと見ましょうか。これ下ですね。

ここですね。支点支点。ああここにありますね。この下のとこね。このこの中ですよここですよ。あここにありますね。ありますよね。こっち。すみですね。このああそうでこが支点ですよね。若干斜めに入ってるところですね。そうですね。こっちから。はい。でここにショックアブソーバー。 はい、ここ入ってますよね、うん、でここが本来はスプリングですだからここが今ないよという状態なのでまあノーサスといってもショックまで抜いてるわけじゃないってことですねそうなんですよバネだけとですねだから今はショックの本当に力だけで支えてるという感じになるんでちなみにこのショックをショートストロークにするともっと車高落ちますですねエアサスの場合はシ,ョックはショートストローク化されるんでもっと落ちますよねですでさっきのアクセル加工で言うと まあ、例えば、ねえー、ダウン加工することでこのショックアブソーバーの取り付け位置を3センチとか下げれるんですねははははいはいはい、はいではショートストロークのショックアブソーバーしなくてもローダウンできるところですねこ、はい、うですねで。ここの部分を切断していくから、はい、押して短くしてつけることで、はい、まあ当然リム幅です、ねはい、が深く見えますよね。うんっていうような加工もできるし、まあ、こういう、ね、このアクセルってなかなか面白いカスタムいろいろね。ね、はい、あの 加工方法によってものすごく車の見た目とか走り変わるんでおすすめのカスタムですね。強度的なものとかは大丈夫ってことですねそうですね。という書類が付きますので車検の方も構造変更は必要になりますけど車検は合格できるとそういうようなカスタマイズですね。ということで今回は WRV のベストホイールサイズ そうですねでしたけれども、はい、まあこれからエアロとかコンプリートカーの製作入っていくって感じですけども、うん、完成っていつ頃になりそうです完成はですね、えー、もう来年先ってもありましたけど、はい、来年1月東京オートサロン2025が開催されますね、はい、そこで初お披露目を予定してますでそれに合わせて商品の発売も開始になるとそうですね。<で>はい、考えたら、ええ、まあ今9月10月、うん じゃないですか。三、はい、ヶ月後ぐらいですよね。そうですね。車の納期自体はどれぐらいなんですか。今ですね、これグレードによってちょっと納期がばらついているのと、はい、あとかなりやっぱり人気みたいで売れてるみたいなんですよ。あ、そうですか。ですね。納期は少しかかります。はい。で、えー、Z グレードと Z プラス、まあ上級グレードですね。うん、こちらの方がまあ三ヶ月から四ヶ月。うん、はい。それから最もっとベーシックな X グレードでまあ半年ぐらいと。 なるほど。いう感じで、まあ今日現在ですけども、はい、あの言われてますので、まあちょうど今オーダーいただければ、エアロがまあ納車後の車来年、早々そうん、はい、そしてエアロが間に合えばなという感じでちょうどいいのかなっていう感じしますね。うん、なるほど。はい。じゃあ先行で車だけオーダーというのは可能ということですね。可能ですね。あのクールのウェブサイトで。 あのコンプリーーートカーのページがありますそこに WRV のコンプリートカーの詳細が載っててお見積もりのシミュレーションもできる仕組みが入ってますんで、はい、クール1っていうです、ね、オンラインオーダーシステムがありますんで、はい、まあそちらの方でお見積もり等をやっていただければいいのかなという感じですかね。それとですねクールただいま全国12店舗ですね北は北関東栃木から南は福岡まで。 全国12店舗クール店舗ありますので、まあ、ぜひぜひ最寄りの店舗の方に、えー、ご興味のある方はお気軽にお問い合わせそれからご覧いいただければなと思ってますのでよろししくお願いしますちなみにクールのウェブサイト店舗のページの方から商談の予約もできますのでこの日の何時に行きたいよっていう形でも決まってらっしゃる方でしたらウェブサイトの方から商談予約を入れていただければお待たせすることなく。 商談させていただけるかなと思いますのでそちらも活用くださいとということで本日は WRV ですね新しい車ですこちらのホイールマッチングデータの測定とそれからコンプリートカーの価格についてご紹介させていただきましたありがとうございました <music>